で続き2章入りました。パート神をなんと、ねまたねあれですよ、またあの何だっけ、大岩運送に所属してたけど、あれさ何ちゅうの、敵の竜太組っていうのがすごい強くなってきたって。主人公さ早くさ転職すればね、転職中か会社帰ればいい。さてじゃあ青い行くかな、なんてな、青い行くか、こっちね、ちょっと待ってくださいね。強そう強そう強そう、何これ、あお前はまさかそこまで、そこまでの人間だもん、何今日喋ってるんだよ、俺勝負しろって。名前知ってるのがすごいよね。あ、名前言ってたんだっけ、あ、名前言ってたね。ホイリング、ステアリングホイリングすると、あの見えないでウィンカーがね。ああ、またいた。また受けてもらわなきゃ。コンコンさん来ないんだけど。あ、いるね、後ろにね。ちょっと後ろだけど。あるよね、そんな日も。あ、本当に青森のあれじゃん、あれじゃん、駅前でしょこれ。
すごいね、ちゃんと出てるんだ、そういう景色は。まあいいや。で、おお、はい、朝倉さん。朝倉さん、親御さんの信用は両席取り回せてきてんのか。皆さん、一人だけがさ、頑張ったって意味がないからね。状況良くなってないと。でしょうね。そんなもんですよ。あの、そうやって状況良くなってませんって言って、じゃあ、まだいてくださいって言ってね。そういう言い方ですからね。絶対認める。相手のことは。ね、さらに成功するよ。でしょうね。だって僕だったらすぐ転職するもん。すぐあの、留学に行くもん。儲かってるもんだ。あと、ノリが良かったらさ。そりゃそうだろうな。あんま暗い顔するなよ。俺はなんとかしてみるからさ。できねえだろ。まあいいや。まあ、そうどうすんだよ。とにかく任せとけ。朝倉さんは留宅と同じ行き先の伝票全部俺に話すんだ。ああ、そういうことね。仕事変わっちゃうのね。分かったな。なるほどね。そういうことね。まあ、それぐらいしかできることないもんな、トラッカーとしてはね。よし、じゃあ行くぜ。俺の信用を俺が取り戻す。すごいな。行け。こっちも新潟っていうね。ちくわっていうね。ビール。あれは、これやっぱ荷物ぶっ壊れたりするのかな。まあいいや、ちょっと待ってね。だ。ちょっと話した。今度は、ツルとかチャボとか手の辺を描いてみようと思うんだけど。どう？そうですね。いつもの絵でいいと思うよ。いつもの親分の絵がいいですよ。いや、別に言うとさ、人の言うことで、俺はただそっちがいいと思っただけで、別に、そうしようとは言ってないけどね。いいのかということでね、車のフロントバンパー変えました。じゃあ次回ね、フロントバンパーを変えた姿をお見せしますので、今日こんぐらいにします。